あり。じゃあ91回紅白戦始めたいと思います。皆さん拍手の方お願いします。はい、では1番手の方スタートボタンを押して始めてください。何人だ、20人近く本日いますんで、まあいい感じに進めていきましょう。ワンピースあるは前さんで、 2P が山蔵さん、関西の方の方ですね。マジで関東してた、関西の人、山蔵さんは関西です。イニュージャパンしちゃった。ここから実況宣言していきましょうね。で、ワンピーが、でさ、K ダッシュが、いきなりとリードを取っている。山田さん 2P の、山田さんは、初手の入りより、ちょっと体力を減らされていったが、カラーを取っているという時点で、キャラ愛があるとカバーしてほしいが、K ダッシュの勢いが止まらない。ゲージをほぼ1ゲージ貯めた状態で、いおりが破れ、K ダッシュの方は2ゲージほど溜まってるってところでしょうか。で、2P が草薙。闇払いをアインで消されるのでどうしてもインファイトっぽくなってしまうが、シュートが刺さる、この辺は勝ってる方が有利。さあ、ケダッシュの勢いが止まらずにガーキャンで跳ね返し、シェルを突き刺さり、バイヒートがバイツに化けるが男がなし、端っこの攻めが止まらずに、ここはうまいが斜め D が出なかった。アインシュート決め、K ダッシュの体力がほぼ残り1割のところで30秒来たところ、一発入るがおぼろが出ない。決め、次はしっかり鬼焼き、草薙がなんとか苦手されることなく K ダッシュ取り返し、さあ中堅出てくるのが裏バート、これ音ですかね、ひょっとしたら大丈夫かな、ちょっとマイクを変えます。あ、大丈夫かなと見たら草薙がちょっと倒れてしまい、裏ロバートが入る子も減らされることなく、大将の量を削り出す、量の方が3ゲージ一撃必殺が怖いが、裏ロバートの方も皆さん知っているでしょう、怖いレンズを持っている。ジャンプシーンを丁寧に刺し、バービー・モレルも気にしない、先に配置込める、追い込められたのは裏の場の方だが、崖に返す、エンディ刺さり、ローの体力が残り 1.5 割ほど。さあ、ここで発動するも、しゃがみが斜め身に化けてしまう、エンディが決まり、ここは裏の場を使う前さんの勝ちとなります。さあ、前さんに対するはバーサスの番人、モア島使いのモアさんだが、本日マキシマはお休みでメイリーが入る。先ほど大活躍だった K ダッシュとウラオバート、さあ、モアさん K ダッシュが1番だと思い、ウラオバートを1番にしてきた、その辺も対策済みかな。飛ばし流撃を決める、全部がちょっと当たらない、ちょっと出ない、シュート決め、ジャンプシーで構成維持からシェルが決まってしまい、中軸とか切り回り、裏の場が厳しくなってきた。 K ダッシュの勢いが止まらず、裏の場とガクラゲ寸前、プラス体力もない。さあ、前線の K ダッシュが凄まじいいい動きをしている。中堅出てきたのが、さあ、メイリー、数少ないメイリー使いの一人、モアさんだが、K ダッシュをいなすことはできるが、ちょっとが決まり、ライトニング強制ダウン、シュートとかも固くガードをして、変身から何とか一発を掴んでいきたいが、ミニッツで一気に画面端、商標パラスもガードされ、しゃがみからのジャンプリコンボ、前提も許さないとアインが出るが派生が出ない、ここで一発派生が出てまた画面端追い込まれる、まだちょっとABC キャンセルがクイック前提になってしまう、
す。ここで負けしてるがサッチマイ、ふっ飛ばしが刺さる。無理無理とモアさん言っている。これは無理そう。8から勢いで勝っていく。この K ダッシュ改造人間さすがに強い。モアさん大将が象徴とする裏だくまだが、残りの3人をやっていけるのか。さあ貢献で地道に牽制をして、今回牽制だが貢献の打ちすぎはこの愛に刺してしまいやりづらいが、そこを切れて死ぬ。決めるも強化率めくりを回避するも前日が刺してしまう。変な見切ったが出るが音がめないと思ったらここはきつい。さあ1位構成維持、クリムゾンスターロードをやりたい K ダッシュだが、ここで飛燕に対してアインを倒し、ゼンさんが2連勝。さあモアさん勝って出てくれたが負けてしまう。そしてまた人がいなくなってしまう。さあ 2P 誰か出る人はいないかな。2回目やりたいんだけどね。俺も出ないんだけどね。佐川さん 2P です。こちらです。出てもらっていいですかね。2P CO361373、まあ略すとこれ佐川さんって言いますね。オーダーセレクト。あ、お疲れ様です。あ、大丈夫です。例えば前さんが2連勝、3人目出てくるは、CO36137 こと佐川さん。先ほどからこの K ダッシュが非常にいい動きをしているが、今回も遜色なしで20秒切った頃にはユリが9割以上減らされている。ここビンタ一発、足こぼれてしまうが、ちょっと何強化を出そうと思ったら貢献が漏れてしまい、スラッシュが当たらない。これは厳しい。ああはい、ちょっと、なんとすごい噛み合い方をして他の作業でトラブルがあり、はい、全然ちょっとこっちにまた戻れまた戻っちゃうと思うんですけど、ちょっとそれまでは、はい、そうですね、こちらで、ちょっとここ最近ちょっとマイクの、音量との調節がいろいろ不安定でして、音割れがちょっとやばかったって聞いて、はい、ちょっと前回ね、申し訳なかったですね。で今回もちょっと怪しいんで、ちょっと控えめに喋っております、はい、なんかそっちすごいエコーみたいのがかかるんですよ ね、 そうですね、だから買いましたね。お、前さんが K ダッシュが止まらない。これは最初のお見合いの時点で前さんが出たのはちょっと早すぎだが、前さんはすごい久しぶりですね。自分は名前だけ存じてましたが、はい、かなりの情報と聞いて、佐川さんここは重ねて当てる。さあ、かずみ体力を当たれば当たるほど強くなっていくキャラクター。確かに。なんとかいけるか。赤くなった時はもうやばいんで、裏の場をいなしたらひょっとしたらあるかもしれません。だが前さんも強豪と言われた男、霞の対策は知っているでしょう。だがこの端っこに攻められた時は対策もないか。ファクトで刺さりガキャン、おっと自陣逆で翻弄するがダメージには結びつかず、ガキもガードする。 D 投げ、ジャンプリーが決まり、ここは倒してはおきたいところだが、ガキの龍神学が
だサーサリダーと前さんが3連勝。いや前さん強いですね。ここであと出るのは 2P 側、山蔵さんが持って、あとは Q さんと、 Q さん、ナルトさん、ハヤトさん、あとモアさんが死んやられちゃって、ナオさん、俺言っときますかね、これ今のうちに。あ、了解しました。まあ、私の口からは言えない名前なんで。わかりました。じゃあ 2P 行くのは、肉食系肉便器アット素人どういうことなのかよくわかんないけど、はい、それではスタートボタンして始めてください。でも一応ちょっとかなさんの方のマイクを使っといた方がいい気がするんで、マイク変えます。はい、それでは、1P 前さん対、2P かなさんこと肉便器さん、さあ前さんは先ほどとあんま変わってないかな、チームは。さあ、かなさん側がなんかすごいチームになっている。さあ開幕この組み合わせはやっぱりもう勢いでいかないと浦安側は非常にきつい。さあゲージ差も体力差も共に厳しい。はい、すみません、ちょっと、離れてしまいましたが、試合の方はミニッツを決めて前さんが2盾。ここでカナさん対処 裏じゃねえ、表クイズ。状況が非常にきつい。ここはもう何かやらないと逆転の目は相当厳しいですが、裏に出ている。さあディレク決めるが、こっからまだ殺しきれない。さあこれうまい、中段当ててジャンプ飛ばして相打ち。ここはこのまま仕留めておきたい。カナさん側ここはガーキャン使っていく。さあ常に自分のターンでやっていくようにしないとちょっとゲージ差もあるので厳しいはず。ゼンさんが攻め立てる。ここはディレク決めて投げ。さあここは表、一気にこのダメージ。さあこれは決まればおそらく終わってしまうが、これミスる。さあカナさんも発動、中段からまだ使わない、まだ欲しいと。さあスライディングで抜けるか、ジャンプ飛ばし刺さって、さあまだわからないか、ギル決める。さあ何も出ない。さあダハーださあちょっと惜しい試合展開だったが、まあもう一回いたんでね、まあ、状況的には相当苦しかったと思うんですけど。さあ勝ったのは前さん。いやすいませんでした、いろいろと見苦しい動画で。はい、じゃあちょっと初期さんがいないんで変わってもらいましょう。あ、変わりましょう。 2P 出る方他いらっしゃいますか。いらっしゃったら、2P、 Q さん、ハヤトさん、ナルトさん、ナオさん、ルイコさんとなりますが、まだ出ない。出る、あ、出た、 Q さんが空気を読み出てくれた。
全3対9さんですね。さあ、Q さんはいつも通りの HCR。 前さんも、前さんは変わらずの、K ダッシュ、ララバ、ウラクリス。まだウラクリスを1回も見ていない。さあ、開幕相撲がいきなり大股を開いていた。どすこいカウンター、これ当たった時のやら、悲壮感は半端ない。あと相撲が、国技が始まってしまってる。おっと、これ固めて中断、一気に倒す。これが相撲。さあ皆さん、慶応を見れば、ひなこのコンボ精度上がります。見ましょう。ウラロバ対ひなこ。さあ、なんか自己キャラ同士の対決っぽいが、そこで天に吹っ飛ばしを当てる。すごい、なんかひなこがなんかもう鉄砲のことが歩いてった。ドスコイは演技、ドスコイ刺さる。あと端っこ行った時のプレッシャー半端ないが、ここはジャック様をきっちり当てるが、あ、動いてしまう。7名は連続ヒットしない。裏の場の方も体力が5割ほど減っている。ここで失礼した、本当に失礼。この技たまらず外見をして、裏の場何度も画面中央まで行くも、ゲージはゼロ。ひなこは2ゲージ、きっかけを作って、ここから一気にいった。推進決まり、ここでトリアと1連部入り、サマソルト連部を当てるまでが非常に長かったものの、ウラロバ1回ペースを握ってしまえば一気に殺せるキャラ。中堅出てきたのが Q さんの魂キャラクラーク。さあ、スカシラル電池を一発決め、おパーフェクトの状態。20割が相手に対して、ゼンさんのウラクリスがどう出るか。さあ、楽しもう、僕の炎で言っているが、楽しめる状況なんでしょうか。ゲージも1ゲージと寂しい。 Q さん3ゲージ貯めた。さあ、何とか一発でも捕まらないように慎重に立ち回るクラクリス。ジャンプ D が強い。なんかガーキャン、さあ、ウラクリスの方が今2ゲージ貯まった。おっ、いい動きをして、少しずつではあるがダメージをものにしている。だからこれ口だけうまい。おっと、しゃがしんどこに通常ジャンプリやったが間に合わず。だからここは C を地上判定、地上引っ込みにして、なんとかいく。前転からの C 巻いてちゃんとガード、ジャンピングだけは時間を見たらもう15秒切る。今のスカッシュを読んでジャンプはうまかったが、きっちりガードする。ここで一発刺さり勝利。めくりに行って削りに行く、ある意味二度飛び。さあ、ウラクリスが体力を回復含めて4割ほど残し、ウラロバートのゲージが3本、立ち木が当たれば試合が終了してしまう。あ、これ差し炎で牽制、立ち木で潰していく。さあ、やはりためからの関係か、性質上動きが速くはなってしまうが、追いついてきたぞ。ウラクリスのゲージが4本刺さり、なんと逆転をし、勝つは前さん。